お元気ですか、ボクセミです。今回はパシフィックリーグルーキーカードセットの2回目でございます。で、過去にもね1回挙げておりますので、今回の説明はね割愛とさせていただきますが、こちらはですね直筆サインカードをねは必ず1枚ね、入っておりますので、でどの選手かなるかは分かりませんが、よろしかったら見てください。こちらもね、過去にも説明していますのでね、説明は割愛とさせていただきます。こちらがね、ルーキーのね、選手でございます。こちらね、オリックスバファローズでございます。続きましてですね、ですね、千葉ロッテマリーンズでございます。続きまして、楽天イーグルスでございます。続きましてソフトバンクホークスでございます。北海道日本ハムファイターズ編でございます。でラストは埼玉西武ライオンズでございます。はい、まずねこれがねノーマルカードでございますが、ここからがね、メインイベントでございます。まずですね、楽天のドラフトサインのね、前田銀次外野手のこちらはね、銀箔サインカードでございます。ごめんなさい、今ねちょっと膝ぶつけてしまいますけどね、大丈夫でございますよ。で25分の22でございます。で次はですね、2021年ドラフト4位千葉ロッテマリーンズ秋山誠雲投手の金箔サインカードでございます。でこちらがですね63分の21となっております。で直筆サインカードでございます。こちらはですね長谷川武弘投手でございます。はい、こちらでございます。我が北海道日本ハムファイターズでございます。で、こちらね38分の24となっております。
こちらのちなみに言いますけどね、直筆サインカードはね、これ本当にね、本人が書いておりまして、ちゃんと証明をしております。それでね、安心でございます。過去にね、そういうね、ニュースがありましたけどね、まあその話はね、さておきまして、またね、こういったね、お金がありましたら、またこういったね、こういった、プロ野球カードね、開封動画やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっとね、考えてね、ちょっと詰まっちゃったんですけどね、大丈夫でございますからね、安心してください。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。